こんにちは。ペイペイを使っているとものすごくいいことがあるんですよ。それはですね、ペイペイ運用なんですね。私は普段通り買い物をしてペイペイのバッグってのをそのまま運用に入れてるんですよ。ですんで全くお金の損をすることなく、投資に1円も投じることなく、このサービスポイントペイペイボーナスだけで運用してるんですけども、今日でちょうど1ヶ月になります。本日は令和3年5月20日です。ペイペイ運用はね、以前もしてたんですけども、一回全部ね、20数万円になったんで決済したんですよ。それでもう一回やろうかなと思ったのが先月4月21日なんですけども、1ヶ月でいくらになったかと言いますと、じゃんと見ます、27,475円が1ヶ月で、私お金を使うことなくね、あ、使ってますけど、正確には買い物をして、そのペイペイポイントのバッグで、まあ T ポイントとペイペイポイントがいただけるんですけども、 T ポイントは T ポイント貯まってるんですよ。その他にペイペイポイントが27,486円ですか。で、自動車税もペイペイで払ったんで 1% とか 1.5% バックされました。だから1回1回の買い物では 1% とか 2% みたいな、本当にちょびっとなんですよ。でもそれが積み重なっていくと1ヶ月で 27,484円になるということは、いや、私270万を使った覚えはないですよ。でもそんなに使ってないですよ。だからこれはね、途中でキャンペーンがあって17% バックとかね、なんか 49% バックとか、ああいうのがあったからだと思いますね。だから1ヶ月やってるといろんなキャンペーンが間に挟まってきますんで、私の場合はまあ買うサンデーとかね、日曜日に買うとか、5とか15とか25みたいな、そういったキャンペーン日にまとめて買ってるんで、余計にインパクトがあるんだと思います。だからね、これから買い物ってのは買い物しすぎないように、でもいろんな比較サイトの中でトータルで考えて、ペイペイバックも考えて、私はね、ペイペイポイントで買うのが一番賢いんじゃないかなと思います。最近ではね、スーパーマーケットや飲食店でもペイペイで払えちゃったりするんでね、ペイペイでとにかく払えるようにしてるかなってところでございます。まあ家電もペイペイで買えたりとかね、それから今月はあのラグを買いましたね、絨毯を。4,000〜5,000円ぐらいのラグを2枚買って、小一万だったんですけども、それでもね、なんか1000円ぐらいバックいただけてるんじゃないかなと思いますね。で、運用益も出てますし、あれ、運用益マイナス374円になってる。あ、運用益はマイナスも出ますんでね、ご用心ください。お、そうなんだ。はい、じゃあ最後に不要予定日を確認してみましょう。カレンダーが出てきますね。じゃん。ほら、結構予定日だらけでしょ。5月も6月も。この青い線になってるところが入ってくるよってことなんですけども、この6月の2週目なんてのは、ね、毎日のようにバックがありますね。で、その前の週も7日中4日間バックがあるんですよ。だから毎日ペイペイが返ってきてるような感じですよね。っていうか、え、こんなに買い物してるんだ。ちょっとやりすぎかもしれませんね。はい、それでは本日は以上でございます。